おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田婆です。現在私は宮崎県宮崎市、小さいうちの海と書いてですね、小内海というところの、某ペンション滞在中でございまして、昨日は移動日、そして今日はオフタイムということでね、まあ関東ツアーが終わって、少しこういろんな意味で新しい展開に臨むためのですね、準備だと思ってですね、今、ペンションにおりますよ。ねえ、見てください。めちゃくちゃ快適でございます。そして、2日間、滞在で1万円しないというですね、まあ、朝食つけたんで少し1万円いきましたけれどもね、朝食といろいろオプションつけたのでね、それでもね、安いでございます。こんな広いですからね。まあ、昨日はですね、成田空港から宮崎に向かいまして、12時15分の飛行機に乗って着いたのがお昼の2時半ぐらいでしたかね。それから、鉄道に乗りまして、空港から鉄道に乗って、この小内海駅というところに来たんですけれどもね。まあ、駅に着いた瞬間ですね、海がね、見えるんですよ。これを見た瞬間、なんか、ああ、宮崎に来たんだな、この景色が変わってね、なんかこうグッときましたですね。あ、関東ツアーが終わって、また新しいこう旅が始まるんだなというふうに思いまして、まあ気分的には風天の寅さんみたいなですね、気分なんですが、僕がこの、旅しながらね、11月も含めてですけれどもね、思うことなんですけども、こうオフの時にね、ふらりと出会う人っていうのがいるんですよ。旅人だったりとか、この土地に住む方だったりとかね、こういう同じペンションでね、過ごして、どっかね、ふらりと、どっかそのペンションにいて、こう、共有スペースで、ふらりとね、挨拶しながら、こう、することがあるんですけども、その時に、やっぱり、ミュージシャンって言って興味をね、持ってくださる方が結構いて、その時に、やっぱり、明日、例えば、宮崎でライブありますよっていうですね、情報をですね、こう、お渡しするんですけれども、お渡ししたり、口頭で説明するんですけども、これをね、やっぱりこう、過不足なく言えるミュージシャンになりたいなという思いました。こういうのって、ある意味チャンスじゃないですか。ね、全然このライブハウスじゃない方とこうやって話す時間っていうのは、ある意味、ライブの時と同じぐらい貴重なね、こう、輝ける時でございましてですね、こういう時こそね、本当は、新しくこう、なんかチャンスを広げるね、なんかがあるんじゃないかなと思って、ここがね、これから僕のね、今回こう、いろんなね、実はこの12月は、ツアーの本数も多いんですけれども、オフの日もちょこちょこ入れてるのは、そういう、なんでもないというか、ライブじゃない時の出会いで、何かこう、新しく、別に明日のライブに来なくてもいいんですよ。でも僕のことを知ってもらえて、なんか SNS でつながってね、それからもしかしたら来年再来年、ふらりとね、あ、バサラさんが歌いに来てるんだったら、僕もちょっと、見に行こうかなとか、逆に僕もね、あ、彼が今ここでこんなことしてるんだったら会いに行こうかなって、そういうことができるとやっぱり世界が広がりますよね。なんかそういうことをしてみたいなというふうにですね、つくづく思うようになりました。はい。昨日ね、移動日、そしてこの夜にかけて読んだ本が、西加奈子さんの「福笑い」という本でございまして、このツアー中にですね、どういうふうに過ごすかね、こうやって本を読むということも一つの、なんていうかな、まあ、僕のこうアンテナを張りながらいろんなことを吸収する上で、本を読むことも大事だしね、休みすぎず休むっていうことも大事ですし、もう本当にオフだからといって、全くこう、なんていうのかな、何もかもゼロにするのは良くないなというふうにつくづく思います。どっかこう、緊張感を持ちながら、まあ今日だったら洗濯をしたり、散歩をしたり、ギターを弾いたり、事務作業をしたりっていうのも、これも休みというふうに、こうね、表向きはなりますけど、実はお仕事なんですよね。仕事なんですよね。そういうことを忘れずにね、引き続き、やっていこうと思っております。はい。皆さん、ベッド空いてますから、ぜひ、
泊まりに来てください。待ってますよ。はい。明日は山田バサラ宮崎市にありますレノンというライブハウスで歌わせていただきます。スリーマンライブということになってますのでですね、宮崎の皆さん、宮崎近辺にお住まいの皆さん、ぜひ会いに来てください。はい、じゃあ今日も一日サラバンジ、引き続き一緒に旅を続けましょうね。